はい、どうも、カッパ園長です。じゃあ、今度はね、日本犯罪者協会、NHK さんのお話ですかね。NHK またなんかわけのわからんことやってるんですよね。ていうか、これ、たまたま今回発覚しただけで、ずーっとこの調子でこういうことやってきたと思うんですけども。尾瀬ってあるじゃないですか。ね、日本国内でも有数のこの観光名所ですよね。尾瀬ヶ原、尾瀬。行かれたことある方も結構いらっしゃると思うんですけどもね。この尾瀬でね、まあ、林道ですよね。この観光客勝手にね、このなんか止めて、なんていうのかな、今撮影中なんで、みたいな。観光客のこの足止めするんですよ、勝手に NHK が。うん。ねえ、だって、例えば移動、例えばバスのこのツアーなんかでこのね、観光に訪れてた人にしてみればさ、え、なんで勝手にお前らの都合だろうと。ね、関係ねえよと。ね、間に合わなかったらどうしてくれんだよって、そういう話じゃないですか。まあなんかそういうね、勝手なことをやらかしたと。で、実際この大勢のこの管理会社側ですかね。管理する側は、ね、要はそんな、ね、要はこの観光客の足止めをする、そんなことをこの、ね、許可した覚えはないっていうことなんですよね。うん。要は一般の通行の妨げにならない、範囲内での撮影が前提だと。うん。観光客の動きをね、制限してまで、ね、撮影をこの強行するなんてことは許可した覚えはねえって言われちゃうんですよね。当たり前ですけどもね。うん。何考えてるんですかね、こいつらは。うん？何様のつもりだって話ですよね。うん。で、まあ、尾瀬での出来事で、ね、なぜか先を歩いていた人たちがこの足止めされて渋滞が起こってたと。ね、この先でロケ中だからしばらくね、待ってろと。そんなもん無視してどんどん行けばいいですよね。僕だったらそうしますけどもね。いや、こんな横暴ね、絶対許されないですよね。うん。っていうか、許したらダメですよね。いや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 、ね、何考えてんだよと。ね、お前らが、ね、そう、逆だよね。どうしても撮影するっていうんだったらさ、ね、観光客のこの、なんていうのかな、ほら、ずーっとずら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 続いてるわけじゃないからさ、ね、この途切れた瞬間に、パパッと移動して撮影するとかさ、ね、で、またお客さんが来たら、このね、一時撤収するとか。ね、お前らが動けよ。ね、なんでお前らが偉そうに止めてんだよって話ですよね。うん。ね、お願いじゃなくて強制してますからね。うん。僕この場に言わせたら絶対無視していきますけどもね。うん。いやー、相変わらずね、日本犯罪者協会、ね、電波ヤクザって言われるだけあって、偉そうにね、うん、こういうこと平気でやるわけですよね。うん。いや、こんなの法的根拠も何もないわけですから。ねえ、うん。お願いしてるわけじゃなくて、命令してますからね、上から目線で。うん。だって不法占拠してんのと一緒ですから。うん。観光名所を、ね、撮影という理由でね。なあ、これ最初のこのね、目覚まし8、富士の時にも言いましたけど、やっぱりこのテレビア連中、日本のこのオールドメディア、マスコミの奴らって、やっぱりなんか勘違いしてますよね、どっかね。うん。ね、何でも自分たちの、ね、言ってることやってることがもう絶対的に正しい、ね、だから一般日本国国民はその他大勢が自分たちの、ね、言うことを、ね、やろうとしていることをこの聞く、ね、聞き入れる、ね、従うと、うん、本気で勘違いしてるんですよ、こいつらは、ね、横暴ですよね、うん、舐め腐ってるとしか思えないですよね。しかもね、 NHK なんて受信料まで取ってるんですからね、うん、いや、もうこんなの僕だったらもう協力拒否しますね。全力で、だって協力する必要ないじゃないですかね。うん、ね、撮影だからそれはお前らの都合だろうって、うん、え、関係ねえよと、うん、ね、迷惑にならねえところで撮影させてもらう立場だろう、お前らは。何偉そうに観光客の観光を妨害してるんですかね。うん、いや、これはもうね、大々的に拡散して、ね、この日本犯罪者協会がね、いかに我々日本国民にとって必要のない、必要がないどころか害悪そのものかっていう一例ですよね。うん。いや、邪魔ですよね。お前たち NHK がね、撮影をやめりゃいいんですよ。お客さんが通りますよと。うん。ね、その間お前らが撮影を止めて脇にね、うん、端にのいてろ、ね、どいてろよって話じゃないですか。いや、こんなことは全然許されないことですよね。うん。NHK のこれなんていう番組だろうな。ね、国民の敵ですよ。日本犯罪者協会なんて。いや、こんなん絶対無視して、ね、うん、聞き入れる必要なんかないですよね。無視して通るべきですよ。うん。
だからまあこのねロケしているところをさ、ね、このスマホで撮影しながらもうみんなでねこの様子をさどんどん拡散してやりゃいいんですよ。まあ多分拡散されてると思いますけどもね。ね、日中にあちこち生中継する番組ねそこら中で多分やってると思いますけども、ね、普通にこのねこのロケ中のお店の入り口でね店に入ろうとしたねなんかお客さんがやっぱり制止されてね、やっぱりこのねこういうこと平気でね日本全国各地でね多分 NHK だけじゃないと思いますけどもね、やるんですよね。逆でしょ、何偉そうに勘違いしてんだよって、何様のつもりだじゃないですかね、こんなやつね、こういうことをやる、こういうやつらだからこそ余計にね、受信料なんか払う価値なんかないっすよね。ね、どけよ、邪魔だって。ね、僕だったら通っちゃいますけどもね。だって制止する権限も何もないわけじゃないですか。ね、なのにお願いしてるわけでもなく、上から目線で偉そうに。しかしまあこの SNS ね、まあなんかこうネット SNS がまあ発達ね、している時代によくこんなこと平気でやれますよね。そうだから相変わらず自分たちがね国民から視聴者から重宝されてると勘違いしてるんですよね。いやわかんない、中にはね別に5分10分ぐらい待ってやればいいじゃんって思う人もいるかもしれないね。そういう人は別にそう待ってあげればいいと思いますけどね、僕は嫌ですね。ね、お前たちがね、観光客、お客さんの邪魔にならないように、お前たちが配慮して、考えながら撮影しろよと、こそこそと、端の方で。偉そうに観光客のね、動きを妨害してんじゃねえよって話ですよね。しかしまあ、本当なんていうか、低能というか、ゴミすぎるでしょう。日本犯罪者協会は。こんなもん一般のこの撮り鉄なんかと変わらないじゃないですか。ねえ。なんか農地に勝手に押し入って、ね、この畑とか田んぼを荒らして、ね、車で乗り付けて農道をさ、だから駅からね、このなんかはみ出すっていうかもう実際転落したりとかさ、ね、なんか信号機になんかの登って撮影したりとか、変わんないじゃないですか。同類ですよね。醜い生き物そのものじゃないですか。ね。で、恥ずかしい行いをして、ね、てめえたちが、ね、勝手に恥かいて、痛い目見るだけならまだいいですけど、はっきり言って周りの人間にとっちゃ迷惑ですからね。邪魔です、邪魔。ね。だからもう占有許可、ね、占有許可っていうのかわかんないですけども、ね、こんなもん取れるわけがないんだから、ね、無視して通過ですよ、通過。だってこれ、迂回できる行動でも何でもない一本道を塞いでるわけでしょ？ね、そんなに誰も いないなんかそういう映像が撮りたかったらお前たちが人がいなくなるまで待っとけよと、ね、偉そうに塞いでんじゃねえよと何勘違いしてんだよ、と僕は思いますけどもね、今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。